アメリカザリガニだったと思う。いっぱい騒ぎてうわーって。うちのザリガニだった。この蜂のことをあれ大好きで探してやっと見つけた時はもう感動的でした。井出先生からお手紙、こんな素敵なお手紙届きましたけれども、どう思いましたか？すごい嬉しくて、その後蜂のことはいっぱい、そういう動画をいっぱい見て勉強をしました。蜂に将来の夢は虫とかを観察したりとか、蜂の巣を駆除したりとか、さすがにそれはかわいそうなので、その蜂の巣を家で飼うとか、そういうことを したいなと思って。